大峠道路は国道121号の山岳境愛区間である福島県北方市から山形県米沢市まで 25.2km の事業路線名である通称大峠レインボーライン福島県北方市厚塩加納町米岡下平乙付近福島山形県境区間にまたがる旧道ルートは1887年に福島県により改作され このルートの開通により、福島県山形県秋田県の物資輸送が本格化した。1934年に改良工事が行われ、自動車通行が可能となり、会津若松市と米沢市を結ぶ路線バスが運行開始されたが、2012年現在は定期路線としては廃止されている。しかし1960年代に入り、砂利道で幅が狭い箇所が多く、 11月から5月は、冬季通行止めとなっていたことから改良を求める声が上がり、1974年に、現行ルートへの改良事業に着手となった。現行ルートは1984年に各となる、全長3940メートルの大峠トンネルが、貫通、1992年8月9日に、大峠トンネルを含めた、 県境区間 14.47km と北片側の一部 4.1km が完成した。その後、厚塩加の村の一部区間が開通し、2009年12月19日には北片側 2.5km が開通し、未成区間は残り 2.6km となった。これらのバイパスは、冬季の路線維持のために最上級の除雪体制、 道路監視体制が整えられており、福島県側の7つのトンネル群は、通称、虹のトンネルと呼ばれている。これらのバイパスの開通により、北方市より、福島県道16号北方西合図線経由で、国道49号へ出れば、南洋市から国道113号経由で、日東道や国道7号へ出るより走行しやすいこともあり、高速道路料金を避けるために、九州、 四国、近畿、北陸と東北、北海道を往復する大型長距離、トラック、トレーラーの通行量が急増することになった。2010年9月11日に、福島県道333号日中、北方線で代替されていた最後の未成区間が、開通し事業開始から37年目にして、全線開通した。総事業費は560億円であった。なお、 大峠道路が全線開通していないという理由から特に山形県側において路肩崩落及び土砂崩れがひどく通行止めとなっていた急道ルートが長らく国道の本道に指定されてきたが全線開通後2011年10月25日に福島県側が2012年1月6日に山形県側が正式に国道指定から外れた山形 米沢方面の順番。2016年の平日24時間交通量、注釈。ありがとうございます。